いつもありがとうございます。ジャパニーズヨガの夏美です。2020年からスタートしたオンラインスクールが2024年で4年目を迎えようとしています。それに伴い完全にこうリニューアル、内容を変化させることにしました。より心と体を整えて毎日に笑顔を増やす、そして理想の人生を生きる、そんなサポートをしていきたいというふうに強く感じています。私は普段養成講座などでヨガセラピストさんを育てるということを行ったり、内面の働きを整えることで日常そして人生をより良い方向に向けていこうというような講座をやっています。それら講座は今まで養成講座のみで共有してきたんですが、今回はこのオンラインスクールの中でも月に1回だけセミナーという形で行うことにしました。テーマは、人生開花というテーマで、内面を整えたり自分の捉え方、考え方を変化させることで、自分の日常や人生をもっとより良くしていこうというような、そんなイメージになっています。実際私自身が体のヨガだけではなくて心のヨガ、内面を整えることで人生が本当に大きく変わった一人になっています。心のヨガを知り実践することで自分の願った通りの理想の人生にどんどん変化をさせてきました。過去を振り返るとちょっと別人なんじゃないかなっていうぐらい全然歩んでいる人生が違うんですね。人生をより良くしたい、前向きに生きたい、もっとハッピーに、そして充実した、人生を謳歌したいと思われている方に、必要な習得可能なスキルと一緒だなということを感じています。実際ヨガの目的というのは体を使ったポーズをすることではなくって、体をコントロールしていく習慣を作ることによって自分の内面の変化、内面の働きに意識が向いて、そして心の働きをコントロールできるようになるというのが一つのゴールなんですね。それによって自分の人生を理想的な方向へ自分で向けていくことができるという習得可能なスキルだと思います。過去の私は感情がコントロールできたり、自分の体調も含めてなんですが、それらが自分自身で調整できるだなんて思ってもみませんでした。しかしヨガと出会ってから、あ、体の調子だけではなくって心の働きというのも自分自身で調整ができてより良い方向に向けられるんだということを知り、それを実践できるようになってから本当に人生が大きく変わりました。どこかで今人生にモヤモヤを抱えていたり、なんとなく日常がうまくいかない感覚があったり、心身ともにこう自分で健康な方向に向けて生きづらい、そんな感覚があったり、または人生に生きづらさを感じている、そんな方にぜひ出会って、この心と体を整えていくことで人生が大きく変わるというのを実感してほしいなと思います。オンラインスクールについては今期の募集は5月の15日で締め切りです。この募集期間を逃すと次は9月まで入学はできません。思い立ったら吉日でチェックしてもらえると嬉しいです。では今日もありがとうございました。そしてここからの日も、自然と笑顔があふれるような心地よい一日になりますように。